はい、どうもこんにちは、ケンユです。本日紹介していくフルーツはこちらですね。はい、こちらシークワサー、実はシークワサーなんですけれども、クガニーと言われる、タイプなんですよね。はい、まあ、見て、いただくと分かる通り、皮がね、だいだい色というかオレンジ色というか、まあ、黄金色って言われてるんですけれども、まあ、こういったタイプのシークワサーになります。はい、で友人からいただきました、ありがとうございます。はい、で僕ですね、実はシークワサーものすごく好きで、毎日ぐらい、食べているような時も、ありました。で、僕青森お酒を飲むので、その青森にね、あの青切りのタイプですね、青いやつをこう入れて飲むっていうのがめちゃくちゃ好きなんですけど、でこのクガニはね、酸っぱくないので、こうお酒に入れるってよりは、生食で食べるっていうかね、生で食べるっていうのがね、結構いいです。はい、で本州のあのみかんも柑橘とかもね、好きなんですけど、沖縄のね、こういったちょっと酸味の強いような、クガニは甘いですけど、ああいったこう、はい、柑橘めっちゃ好きです。はい、ちょっと長くなっちゃった。ではクガニでちょっと説明していきたいと思います。はい、でクガニ、こちらですね、沖縄の優良品種のシークワサーなんですけれども、その系統の優良シークワサーの系統の総称のことを、まあ、クガニと言っております。はい、でちなみにシークワサーのシーってこのスっていう意味があって、まあ、方言ですね。でこのクワサーっていうのが、まあ、食べさせるとかですね、食わせるでシークワサーなんですけど、まあ、酸っぱいものを食わせるって意味でこうシークワサーっていうのが、言われております。はい、でこのクガニですね、実は酸っぱくなくて、まあ、この色ですね、色がこの黄金色なので、この黄金から、まあ、クガニと、この沖縄では言われております。はい、この枝付きでもらったという、なんとも豪華な、はい、日です。はい、ということで、で今ですね、このクガニっていうのは結構ね、注目されてて、あの以前はこう知らない人結構多かったと思うんですけど、最近だとね、あのちょこちょこ、まあ、スーパーでも見るようになって、まあ認知度が高まってきたと思います。で、これですね、健康増進効果というね、まあ、ノビレチンという成分が入っているっていうことが結構話題になって、まあテレビでも何回か取り上げられていると思います。はい、このノビレチンっていうのがね、ポリメトキシフラボノイド類、と言われるですね、成分で、まあ、PMFS って呼ばれるんですけど、まあ、ノビレチンの他にも、まあ、いろんなこの、ポリメトキシフラボノイド類っていうのが結構他にもあって、まあ、代表的なものがこのノビレチンなんですけれども、すごくね、体にいいというかね、まあ、こう抗がん作用とかです、まあ、いろんなのがあるんですけど、抗がん作用とかですね、他にも、何があったかな、骨粗鬆症とか、あとリウマチに効くとか、関節症に効くとか、で他にもですね、皮膚の予防とか、まあ、いろんな、まあ、炎症を抑えるとか、まあ、いろんなですね、こう効能が、期待されていて、ものすごくこう、まあ、健康とかね、美容とか長寿にいいんじゃないかって言われているものなんですよね。はい、でこのクガニ、まあ、沖縄原産で、実はですね、この食味のいい系統、まあ、シークワサーの中で食味のいい系統を、区分して、ずっと栽培してきたという歴史があります。なので、若干ですね、その長年の栽培をかけて、徐々に品種を、まあ、アップデートしてきたっていうですね、こういった歴史があります。でこれは北部を中心にですね、なされていたようで、今この柑橘、沖縄で買える柑橘って大体その北部、付近で結構作られるんですよ。シークワサーとかタンカンとか、カーブチーとかもそうですけど、結構北部がね、有名だったりします。はい、で、このクガニっていうのが、優良シークワサー類の系統の総称と、冒頭でお話しさせていただいたんですけど、この解説動画を作るときにこう論文を、2、3本調べたんですけれども、そこではね、代表的なクガニが4つ、分類されておりました。1つがですね、大宜味クガニですね。これは、沖縄県本島のかなり、北部の方です。はい、もうほとんど山とほとんど川とほとんど森、はい怒られる大宜味クガニですね。めちゃくちゃ自然あふれるいいところです。で、もう一つがね、勝山クガニ。これはですね、名護とかね、あの矢部、とかですね、あの辺ですね、なんだろうな、美ら海水族館を行く時の途中那覇から行ったらね、はい、そんな感じです。で、勝山クガニで、カーアチーっていうものもあります。でこれ皮が厚くてカーアチーと言われているシークワサーなんですけど、まあ、クガニのね、あのこの優良品種の、栽培、という面で関しては、なんだろう、クガニ類に入れてるっていうような分類になっているらしいです。厳密にはそのクガニ、ではないという、まあ、ことも言われるんですけど、その優良品種のシークワサーとしてクガニ類に入れているということですね。はい、で、
これも勝山で主に栽培されております名護です、ね、であと泉久賀にというものもあります。で元部名護からねその元部に行くときに矢部線を走らずに山の中をね明桜大学とかねあの辺の付近をこうわーって通過してこう通るときに泉線っていうのを通るんですよ泉線っていうのを通るんですけどあの辺にね道沿いにこういろんなその、まあ、個人系列のなんかショップ売店っていうかねいろんなのがこうあるんですけどそこにね結構こう売られているんですよこうみかん柑橘とかねあの辺結構柑橘栽培されている人が多くてそこでね結構出ていたり、します。はい。で僕のおじいちゃん、僕のおじいもですね、この柑橘作っていたのであそこでね、お店出しておりました。はい、懐かしいですね。ダルメシアを買っていたおじいちゃん。はい。でどうでもいいですけど、でこの代表的なクガネ 4種類に分かれるんですけど、まあ、それぞれですね実はその重さとか大きさとか、糖度とかですね、酸度とかですね、あと花皮の色とか、あと形特質特徴とかですね、であと成分、ですね内側に入っているその効能、成分とかが、一つ一つ異なるようです。はい。でちょっと僕も詳しいところまで終えていないんですけれども、まあ、こういった代表的なクガニーっていうのがいくつかあって、それぞれ異なるよっていうのがあります。はい。であと沖縄県産の柑橘って実はですね調べるといっぱいあって、で、青いタイプの、野生種のシークワーサーですね、これ石国部って言われるんですけれども、こういったその酸っぱい、ような、まあ、Y性の木ですね、 Y 性の木とかですね、あと単管とかですね、すごく美味しいと言われております。まあ非常に美味しいですね。あとカーブチーもねものすごく、甘くて美味しいです。でねやっぱりまあ、品種改良というよりも野生でこう育ってきたのでやっぱ種が多いっていうねことが挙げられます。あとタルガヨとかですね、黄桃とか、この時期1ヶ月2ヶ月前くらいかな、結構その直売店で見ました。で今回はこのクガニーですね、ちょっと食レポしていきたいと思います。ちょっと長くなっちゃった、糖度まで測っていきたいと思います。わー、なんか取るのなんかもったいないな。一番大きいの食べよう一番大きいの食べます。はい、これですね、結構いい感じじゃないですか。はい。ちょっとねまだ緑っぽい部分が、少し残ってますけれども、はい、美味しそうですね。はい。で皮を剥いていきたいと思います。後ろから剥きましょう。はい、こんな感じですね。かなり剥きやすいですね。なんか上の薄めって感じです。クガニはすごく剥きやすいです。はい、簡単に剥けます。はい、このような感じですね。うわー、美味しそう。でこれねシークワーサーと思えないほど本当に糖度が高くて美味しいんですよ。であまり酸っぱくない。1個いただきます。まあ、種があるっていうのがね、ちょっと食べにくいポイントですけど、あ、美味しい。ちょっとこの上の剥きましょう。少し上の剥きます。果肉が本当に大きくてプリプリなんですよね。こんな感じかな。結構大きくないですか。はい。なんでそのベニマドンナ系のあのくらいの大きさがあります。はい。種がねやっぱありますね。沖縄県のその柑橘って甘さの中にちょっとね野生味がある甘さ野生味がある甘さがあるんですけど、畑仕事をしてる時にね、よく気になってるその柑橘とかもぎ取って食べるとね美味しいんですよね。なんか汗をかいた後に食べるものみたいなね、そんな感覚があります僕はね。はい、美味しい。種があるのもまたいいんですよね。なんかその愛媛県とか結構その柑橘有名ですけど、あの辺結構品種改良が進んでて結構種なしとかね多いんですよ。で前回のそのベニマドンナも、ハレヒメもそうですけど、まあ、種がないのが、まあ、一般的なような感覚が最近はありますけど、沖縄のね柑橘って結構種がある。そこがねまた面白いんですよね。で畑で食べながらこう種をこういろんなとこ投げるっていうのが僕はすごい好きな遊びです。はい。では少し糖度確認していきたいと思います。ちょっと糖度計に乗せましょう。こんな感じでいきましょう。よし、では、糖度予想
していきたいと思います。糖度はね結構高かったな、10ぐらいはあると思います。まあ、体感はね11とか10、そんな高くないか。でも、どうなんだろうな、うん、どうなんだろうなちょっと待ってね、9にしてきます。9にしてきます。はい、うん、お結構今回近いですね。9以上はありましたね。9.5 ぐらいですかね。うん、はい。で、意外とね、やっぱ高いんじゃないですか、この糖度は。そのシークワーサーと言われているものに関して考えるとすごく高めの糖度だと思います。ものすごく優良品種だと思います。もし沖縄に来られた際はですね、こう夏とかはやっぱマンゴーとか、あとパイナップルとか結構有名ですけれども、やっぱ冬はね、その沖縄県特有の柑橘っていうのがねやっぱ出回るので、ものすごくねいいと思います。ということで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。いいねいただけると僕のモチベーションが上がって、いろんな動画が出てくるという仕組みになっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。では、本日もありがとうございました。バイバイ。